どうもこんにちは、今回はですね PayUTech のポケット3、今日からですね幕開けで販売されているこのポケット3なんですが、レビュー用にですねテスト品をいただきましたので、今回はこれをご紹介していきたいなと思います。まあこれ見てわかる通りなんですが、ワイヤレスになってます。従来のポケット2っていうのはこのスタビライズカメラと、このリモコンですね、これがくっついてる状態でした。でこのポケット2以外にもですねポケット 2S っていうのがありまして、それはですねこっからこうコードが伸ばせて、このカメラがですねその先についてるというものだったんですが、今回のものはですね完璧にワイヤレスの状態になってます。で付属品なんですが、こういった箱の中にですねこういったものも入ってます。ちょっと開けてみますよ。普通にこのタイプ C のケーブルですよね。タイプ C のケーブルがあって、ストラップです。でストラップに関してはまあ100均とかでも買えるんで、自分に合った長さのストラップとかね買うのがいいと思います。であとですねこういったリストバンドもついてるんですが、これは正直使うことないかなと思います。ちょっと貧弱なのとあんまり安定感がないので、試してみたんですが、これはちょっとお勧めできないなと思ったんで、撮影もしてません。それとあとですねこの三脚ですね、三脚も付属してまして、後ろのネジですよね、ネジでこんな感じで取り付けることができるという風になってます。まあ、この辺もですねネジはまあ共通なので、こういったものじゃなかったとしても、あとはこういった自撮り棒、こう自撮り棒につないで使うというような使い方もできます。で最大の特徴としてはですねこのバーですよね、本体に取り付けられているバー、これ外せるようになってまして、外すとねここが磁石になってます。磁石になっているので別の場所であればくっつけることができます。なので普通のアクションカメラだとですね、マウントとかが必要なんですが、マウントを必要とせずですね鉄であればくっつけることができるので、結構ね撮影の幅、このカメラを置く場所かなり広がるんじゃないかなと思います。やろうと思えばですねこういった感じで鉄パイプとかにくっつけて撮影ができるっていうのはねいいですよね。はい、今こちら映ってますけどもどうでしょうか。カメラのね性能はすごくいいと思います。ただ、音声がねどうかですよね。音声 PayU ポケット2はあんまり良くなかったです。今風も吹いてますが、どんな感じでしょうか。さすがに風をね避けるっていうのは無理でしょうけども、でこのポケット3のですね悪いところからまずね紹介していきたいんですけど、個人的にね悪いと思った点2つあります。1つはねバッテリーの持ち、ポケット3はですね充電時間が 1.5 時間となってます。1時間半の充電で、バッテリーの持ちはですね60分、 1080p の 30fps で作動時間が60分となってます。この機種はですねバッテリー交換ができないので、この60分っていうのがですねちょっとネックになってくるのかなという感じがします。まあ、とはいえですねモバイルバッテリーをつないで給電しながら撮影するということもできるので、まあ、そんなにマイナスポイントじゃないのかもしれないんですが、せっかくだからねやっぱりワイヤレスで使いたいというところがあると思うので、まあ、ちょっとこの辺はバッテリーの持ち、ちょっとなっていう感じがします。あともう一つの悪いところとして、カメラ本体とリモコン両方にですねタイプ C の USB 端子がついてはいるんですが、外部マイクが使えません。これはですね、PayU の方に聞いても外部マイクは使えないという答えでしたし、自分でね、いろいろ試してみてもやっぱり使えませんでした。これがですね、旧作の PayU ポケット2なんですが、これだとね、外部マイク使えるんですよ。まあ、マイクは選ぶんですけど、一応使えます。使えてそんなに悪い音じゃなく撮れるんですが、まあ、やっぱりですね、今の時代なんで外部マイクを使いたいっていう人はね、たくさんいると思うんですよね。その中で外部マイクが使えないというのは、かなりマイナスポイントじゃないかなというのが個人的な感想です。さあそれではですね使っていこうと思うんですが、まずここを外します。リモコンですね、リモコンがある場合はリモコンの、この部分を外してですね溝を合わせて差し込むと、でこの状態でここを押すと電源が入って、こちらの方も電源が入ります。で一番最初にですねリモコンを含めて使うときはこんな感じでドッキングさせる必要があります。ドッキングさせてまずはですね Bluetooth で接続をします。これとこれを接続するということですね。
もう各ボタンなんですがとてもシンプルで、ここの部分はジンバルを動かす、上下左右に動かす。そしてですね、このボタンで録画を開始すると。でここがですねズームです。まあでもあんま使うことないんじゃないかなこれ。まあ一応ズームもできるよということになってます。でこの M モード切り替えなんですが、モード切り替えは押すごとに ジンバルの設定が切り替わります。で例えばちょっと角度を変えますね。ジンバルの角度がなんか変な感じになっちゃったとか、元に戻したいっていう時はこの M ボタンを2回クリックします。これで元に戻ると。でこれを3回押すとどうなるかというと、いわゆるセルフィーモードになります。自撮りモードですね、自撮りモードに変わると。でもう1回3回クリックしますね。すると通常モードに戻ると。でこの M ボタンを長押しするとジンバルがロックされます。まあ、そういった使い方をするのがこの M ボタンですね。でこの本体ですね、本体は上から下にスワイプするとモードが切り替えられます。ウェアラブルモードっていうのがワイヤレスモードですね。ワイヤレスモードとこんな感じの手持ちモード、合体させた時のモードがありますと。これをどんどん右にスライドしていくと、まあ、設定、バッテリー残量だったり 50Hz と 60Hz の切り替え、あとはキー操作のオンオフ、ストレージですね、 SD カードの残り残量、あとは自動電源オフ機能、まあ、この辺は切ってます。で水平バランス、調光、モッドをクリックすると、言語だったりリセットするとか、そういったことができるようになってます。で下から上にスワイプするとこのジンバルの切り替えモードですね、ジンバルを切り替えることができます。で左から右にスワイプすると撮影した映像が見れるようになってます。で今度は右から左にスワイプするとこんな感じにですね、写真も、16:9、あとカウントダウンですね、3秒5秒7秒と切り替えることができるのと、ビデオは今 4K の 60fps にしてますが、一番低いもので 1080p か、これの16:9で、フレームレートが60なのか120なのか、 1080p か 2.7K か 4K か。でフレームレートはですね 4K であれば24から60までが選べるようになっていると、まあ、せっかくなんで60で撮るのが、ね、いいのかなと思います。容量はでかくなりますけど。であとあるのは写真、ビデオ、スローモーション、タイムラプス、パノラマモード、2×2、3×3、あと180度、選べるけど、まああんまりパノラマモードも使うことはないでしょう。でスローモーションはね、4K も選べるようになってます。 720p、1080p、4K、 スローモーションで 4K にした場合は 4K32X という表示になります。ただねこれ僕いつも思うんですけど、一番ね起こりやすいのがこうね、ビデオにしてるつもりだったんだけどいつの間にかこうちょっとずれちゃっててスローモーションになってたとか、そういうことがね多々あるんですよ。いろんなアクションカメラ使ってこんな感じの表示なので、いつもですね撮影するたんびにちゃんとビデオになってるかなとか確認したりとかするんですが、この辺ちょっと改善したらいいのになと思うんですよね。必ずアクションカメラで撮ってていつの間にかスローモーションになってたみたいな経験ある人っていると思うんで、写真とビデオしか多分撮らないと思うんですよ。つうか基本的にビデオしか撮らないと思うんで、こうビデオってあってこれクリックしてこの中にあった方がまだミスが起こりづらいんじゃないかなと思ったりするんですけどね。まあとりあえずこれで電源を切ります。こっちの電源を切るとこっちも電源が切れると。
で、この FeiYu ポケット3はですね、アプリに接続することもできます。ちょっと電源入れてみましょう。電源を入れて接続。はい、接続されました。接続されたので今この目の前の状態が映ってますね。で、もちろんジンバルの調整もできますし、このマークですね、こう中心に矢印が集まってるマーク、これを押すとですね、元に戻ると。で、これがおそらく左右反転なんですよね。これもまああんまり使うことないんじゃないかな。で、これがセルフィーと。で、ここが、ジンバルのモードですよね。パンフォロー、フォローモード、オールフォロー。で、ここですね、ここの走るマーク、走る人のマークは、ファストフォローなのか、それともスムースフォローなのか、これの切り替えができるようになってます。で、これはアドバンスモード。今 M っていう表示が出てるので、これマニュアルでしょうね。マニュアルで、オートとマニュアルの切り替えになるのかな。ちなみにですね、この FeiYu ポケット3の記録方式は MOV になってます。まあ、これもねあんまり流行んない形式だと思うんだけど、なんでこれなんだろうね。で、まあ、例えば音量を調整したりとか、カラーはノーマルなのか F ログなのかが選べると。このアドバンスモードだと結構細かい調整ができるんですが、基本的にこの簡易モードでいいのかなと思います。まあ、ホワイトバランスとかね調整できないんで、ホワイトバランスとか調整したければこのアドバンスモードでという感じでしょうね。で、あとはですね、これがトラッキングになります。トラッキングでこう選んであげると、これが動いた時にこれに追従していくと。で、やめる時はこのバズボタンを押すともう終わります。うん、このように動いていくとですね、カメラも追従してきてくれるはず。まあ、この追従するのもね、やっぱ動く幅がありますから限界はありますけども、ここでフレームレートなんかを調整すると。で、ここの部分ですね、ここがスローモーションを選べたりとか、まあ、タイムラプス、パノラマ、ダイナミック。ダイナミックがもしかしたら HDR みたいな感じなんかもしれないんですが、まあ、基本的に僕そういうの使わないんで、この普通のビデオですね、これだけで十分かなと思います。カメラの正面にはですね、電源ボタンとモード切り替えボタン、それと USB 端子があります。そしてサイドには SD カードスロット、こちらがありまして、後ろ側ですね、後ろ側の方にはシャッターボタンがあります。で、カメラ本体にはですね、4分の1ネジ穴付きのプレートがついてまして、このプレートを装着するといろんなものにマウントできるようになってます。で、カメラ本体の収納ボックスもついているので、ジンバルをですね保護することもできます。そしてこの収納ボックスなんですが、 USB 端子はそのまま活かせるようになってますので、ボックスの中に入れたままの充電が可能になってます。そしてリモコンなんですが、リモコンの下側ですね、4分の1のネジ穴がついてます。こちらもいろいろなものにマウントすることが可能です。で、カメラと接続する USB 端子なんですが、こちらはですね、キャップ付きで保護されています。まあ、使わないときはキャップをして、使うときはキャップを外してという感じになります。ちょっとこの辺なくしそうで怖いですけどね。さあ、それではですね、実際にいろいろなシチュエーションで撮影してきましたので、ご覧ください。
はい、それではですね、こんな感じで撮影してみようと思います。まずリュックを背負ってですね、リュックにこういったパーツを取り付けます。ここでギュッと締めて、でこの、フェイユポケット3ですね、それをここに取り付けてます。まあ手ぶら撮影みたいな感じですよね。さあそれではですね、フェイユポケット3と、フェイユポケット2、これをですね比べながらちょっと歩いてみようかなと思います。ポケット2は手に持って、でポケット3の方はですね、リュックサックに取り付けてちょっと歩いてみようと思います。まあ、おそらくですね、映像は両方綺麗なんじゃないかなと思います。ただ、大きな違いとしてはやっぱりですね、音声かな。音声が、どんな感じに撮れてるかっていうのはちょっとわかんないんですが、今までちょっと撮った感じだとですね、ポケット3の方が、マイクはね、改善されてるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり軽い音になってしまうんですけど、ポケット2に比べてですね、おそらくマイクは改善されてると思うんですよね。こればっかりはですね、後で音声を確認してみないと何とも言えないんですけども、まあ、おそらくはポケット3の方が音声はいいはず。こういった階段があって、どうでしょうか。結構揺れてるはずなんですが、アクションカメラだとどうだろうな。まあ、ポケット3のね、いいところといえばやっぱりですね、このワイヤレスなところですよね。ワイヤレスなので、手元でこう動画をどんな感じで撮れているか確認しながら撮影できると。で、手元を動かしてもカメラの位置は変わらないので、結構あるじゃないですか、アクションカメラを、動画確認しながら撮ろうとして、カメラまで動いちゃうっていう、そういうことは多々あるんですが、ポケット3ならね、その辺は問題ないかなと思います。ほんと手元で見ながら、そうですね、角度はどうかとか、一応確認しながらいけるはずなので。フェイユーはね、ポケット3が出る前、ポケット2か。ポケット2もね、2種類あって、ポケット2とポケット 2S っていうのがありまして、ポケット 2S はね、今回のポケット3に近いんだけど、それは有線だったんですよね。今回は完全にワイヤレスなので、撮影時間は短くはなってしまってますけども、まあ60分撮れればね、いいかなっていうのと、あと、一応、モバイルバッテリーとかで充電しながらのね、撮影も可能になってるので、その辺は特に困ることないのかなと思います。ちょっとジンバルのね、性能を見てみましょう。これが HF というやつですね。HF というやつだと、歩くとこんな感じになります。今度が TF というモードです。TF というモードで歩くとこんな感じ。TF モードだとこのような感じになります。今度は AF というモードです。 AF というモードだとだいぶ揺れるんじゃないかな。これが AF モード。で、今度はですね、メニューボタンの長押し、メニューボタンの長押しで、ロックモードになります。今 HF モードにしましたけども、まあ使うんだったらこれかな、普通に歩くんだったらこの HF が一番いいのかなと思います。多分パンフォローモードってやつですよね。で、このポケット3のね、面白いところといえばね、やっぱりこのカメラ単体、カメラ部分とリモコン部分というのがあって、カメラ部分だけでもね、撮影ができてしまいます。ちょっと動画を見ながらっていうのはね、スマホと繋がないと無理なんですけども、スマホと繋がないでもいいよとか、ただ、こう撮ってるところを回したいぐらいの
ところであればですね、カメラだけでも十分使えるんじゃないかなと思います。おそらくポケット2よりかはポケット3の方が、マイクは改善されたかなという感じはします。ただ、ポケット2はですね、マイク端子、外部マイク端子をですね、一応タイプ C からね、つなげることができたんですよ。USB から変換してつなげるってことができたんですけど、これに関してはね、テストもしてみました。だけど、マイクを認識してくれないんですよね。だからこの、ポケット3に関しては内蔵マイクだけで撮影するしかないというところがちょっと欠点かな、やっぱり。最近だとインスタとか YouTube ショートとか、あと TikTok とかね、縦動画が主流だったりしますもんね。アクションカメラでも縦動画が撮れるとすごくいいなと思うんですが、残念ながらそういった機能はないようです。
ということで今回は幕開けで販売中の FayU Pocket 3をご紹介しました。映像自体はですね、かなり綺麗に撮れてるんじゃないかなと思います。で、この FayU Pocket 2もそうだったんですが、暗所での撮影がですね、めちゃめちゃ強いです。通常だとね、暗いところだとブレてしまったりするんですが、ブレがかなり少ないので、暗い場所で撮影することが多いという場合にはですね、この FayU Pocket 3結構おすすめできるんじゃないかなと思います。まあ、あと気づいたところなんですが、屋外で撮影するよりもですね、なぜか屋内で撮影した方が綺麗に撮れました。まあ、この辺は光の強さの関係とかもあるとは思うんですが、街中で撮影することが多いという人にはね、結構いいものかもしれません。こちらのですね、FayU Pocket 3、気になった方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。それでは。